ディー・ウォレスは、スコットランドエディンバラ出身の、同国代表プロサッカー選手。クイーンズパークレンジャーズ FC 所属。ポジションは DF。ハート・オブ・ミドロシアン FC の下部組織を経て、2004年7月に、クラブとプロ契約を締結。2005年2月、カップ戦のキルマーノック FC 戦で、プロデビュー初ゴール。 2010から11シーズン終了後、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC からの関心も伝えられていたが、7月に移籍金150万ポンドで、レンジャーズ FC に移籍した。2019年6月、クイーンズパーク・レンジャーズ FC に移籍。ユース年代からスコットランド代表に選出されている。2006年にはポーランドで開催された UEFAU-19 欧州選手権に、 参加し、チームはスペインに次ぐ、準優勝の好成績を収めた。2009年10月、横浜で開催された日本代表とのフレンドリーマッチでフル代表デビュー。その後もコンスタントに代表に選出されていたが、UEFA ユーロ2012予選のリヒテンシュタイン代表戦で、あと十字膝人帯断裂の重傷を負った。レンジャーズ、ありがとうございます。